まあまあ、その中でね。はここまで来ちゃったらね、ついでにあこまで行ってください、あこ。あれ何なんですか？岩山。あ、さっきのなんか地図にあったやつだ。ああ。あれはね、こうなるんですよ。そこの岩山登って、はい。ずっと頂上行ったらダメなんじゃ。ダメなんですか？頂上から9合目ぐらいのとこから右側降りるんですよ。あのなんかあい、ります。休憩所みたいなとこが。あれ、まあ、どんどん上がるんですよ。ああ、まだ上がるんですか？9合目までね。そこはずーっとあれ、尾根を通って、尾根があるでしょ。あこ行って、あこ行ったらね、岩が割れとんですよ。それをくぐったらあそこへ出ます。これでぐーっと来て、そこへ道があるでしょ、その下の方へ。道みたいなのがあるんですよ、こういうふうに。この谷へ降りて、そこへ出ます。30分余計なぐらいです。はあ、そうですか。そこがね、かかりやすい。そこに下る道があるんですか？ええ、あっから50メーターぐらいバックしたところにあります。はい、わかりました。看板書いてありますよ。ああ、そうですか。それでこの谷を降りるんです。まあ、若いけん、まだ早いしね、時間がちょうどいいですよ、もう。まあ、早いかね、私進んでるの、そこ、岩山です。ああ、そこ行ってみます。早速行ってみます。はい。行ってみてください。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。はい、はい。どうもどうも。ちょっとお茶飲みます。はい、食べてください。あ、なんすか？ありがとうございます。いただきます。やった、美味しそう。ありがとうございます。美味しい。こういうのがいいっすね。やっぱ毎週登ってる人いるんすね。すごいっすね。ありがとうございました。どうも。一回下がらないといけないですね。一回下がって、はい、ここが後ろ山っていう山が、はいはいはい、高い方なんですよ。で、その頂上まで行って、はい、正面のところがあるから、そこ下って行ってみますか。はい。下りはなかなか急ですね。行ってましたね、岩をくぐってみたいな。そんな面白いスポットを教えてもらったら、もう行くしかないっすよね。ああ、休憩所。まあ、さっき言ったファミリーコース。ああ。これがファミリーコースなんですね。なだらかなんですか？まあ、なだらかというか、危なくないというか。ああ。へえ。で、ここまで。おお、駐車場がある。すげえ、来れるんですね、ここまで。あ、そうなんだ。なんとなくご利益ないでしょ。ないっすね。なるほどね。ちょっと登山気分を味わいたいって言ったら、ここまで来るまで。ここから登れるから。はいはいはい。後檜山って言うんですね、ここから。これはどっちを通るんだ、こっちか。あ、そうですか。ああ、いい景色。行きましょう。じゃあ、まず頂上まで行きましょう。行ってみましょう。あ、書いてるんですかね。暑いね。暑いですね。もうちょいですね。あ、本当だ。本当だ。
頂上だ。いやどっちしたか到着。はあ、確かに向こうの方が景色はいいですね。じゃあ行ってみますか。はい、行きます。未知の領域に行きましょう。情報抜群、玉狩りをしてる。あの人書いてそうだな。大きな岩っすね。見えますね。ちょうど違った感じじゃない。ああ、こんなちっちゃい岩なんだね。絶景って書いてある。おお。どこだ、こっちですかね。おお、すごいね。すごいですね。綺麗。くぐるとこあります？あるある。これはすごいわ。ああ。いや、いいっすね。これすごいね。ああ、気をつけてください、ここにね。死ぬとこっすね、これね。本当に岩半分に割れてんだな。ね、割れてるよね。うん。なんで割れたんですかね。しっかり割れてますね、これね。もうあのおじさんが言った通りの。それ危なくないですか。しかも生きた木になんか生きた木にはしご作ったら絶対あのお父さんですよね。あー、降りにくいはしご。あー、なるほどね、そうやって降りるんだ。これ怖っ。この揺れ、この揺れですよ。でもしっかり金具でつけてあるな。ただただこの地面と接地してないというね。すごい、これ木が成長してきてでかくなって地面と接地してないんですよ。はい。そうですね。だから最初はすごい接地してあったんですよけど、はい。いや、これぜ。いや、すごいですね。これは絶景だよ、あの船が。船がいいですね。いいね。わあ。素晴らしい。撮ります。はい。はい、チーズ。ありがとうございます。いいっすね。うん。あそこにファミリーコースがあるんですね。あれファミリーコースですよね、多分ね。ファミリーコース。はい。ちょっとなんか適当にじゃあ撮ってもらっていいですか。いいよ。どうしたらいいですか。何でも何でも、あの。結構なんか。どうですか。いいね。いい感じですか。いい感じだね。あれでも気持ちいいですね。気持ちいいね。なんか
るいから。ああ眩しい。天気が良くなってきましたね本当。いやだけどその感じはなんかもうすっごい危ない感じだよね。ショッカー出てきますよ。いやいや気持ちいいですね。いや気持ちいいね本当、うん、この晴れてくれたのがラッキーでしたね。あのおじさん絶対行ってほしいみたいなこと言ってましたもんね。天使だったかもしれないです。車の運搬船がなんかずっと向こう動いてるね。なんすか車の運搬船って。あの島の向こうがあるんだけどタンカーみたいなやつ動いてるんだ。でっかい船。どこですか。この方向。ああ。あれ車の多分運搬船だよ。じゃああれで運んでんすね、うん。結構なんかポツンと島があったりしてなんか面白いですね。よっしゃ。降りるの怖いな。降りるの怖いですね。おお。植物が。成長しちゃったんですよこれ。めっちゃ揺れてますよ。あ持っとけばいいのか。大丈夫ですか、うん、よし。押さえとくよ。いいですかちょっとお願いします。でこうでも木自体はすごいしっかりしてます、うん、ありがとうございます。はい、はい、すいません。で上ですね。こっちですね。はあれこっちでしたっけ。こっちこっちこれこれ。はい。うわ、このロープ、しなる。うんうん。これはよく割ったなぁ。見てて。よいしょ。ここ登ってたよね。あ、本当ですか。うん、ちょっとお茶飲みます。はい、飲みます。何越えコース。これ谷に降りてから谷に飛び上がるんだろうな。そうなんですかね。多分向こう側のあの登山道に出るはずだから。ああ。頂上でのろしを上げてたんですかね。そうね。うん。ちいちここまで上がってきてのろしを上げてたんですよね。なんかそれも不思議な。だって上がるまでに。1時間ゆっくりですけど。だから昔はだからあれじゃない、はい、ずっとあそこにいる人がいたの。ああそういう感じなんですかね。だからなんか、はあはあはあ、だから僕ものろしを見て、はいはいはい、どっちかな、なんかこういう見晴らしがいいところでなんか小動物が糞をするって聞いたことがあるから。あそうなんですか。自分で見張りながらできる。はあ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 。あ川だ。これ通れんのか。通る通る。あ、あ、いいね。綺麗ですね。綺麗だね。ああ。
ああ。岩室みたいな。本当だ。やりましょうか。いやー、いやー、どれ、あ、本当だ、本名さん、でも景色いいっすね。あー、いや、いい景色。高さ的にはあんまりあそこと変わんないですね。これ崩れたんでしょうね。どうなってます？直通エギルート、直通でしょってエギルートエキさんが作ったんだろうな。65番目、ここも通ったとこですね。朝より天気。ああ、そうですね。何なんでしょうね。休み山って書いてあるんですか。なんてあるの？木山かな。どうもー。どうぞごゆっくり。すみません。はい、どうもー。あ。ほら、やっぱりそうだ。どうもー。こんにちはー。こんにちはー。す、72番。何ですか？カナヘビちゃんがいました。ちょっとこれどこにあるのかな。あ、逃げた。なるほど。はい。尻尾が綺麗なんで。はい、トカゲですね。トカゲは大丈夫なんですか。トカゲはまあね。ああ。すごい綺麗。なんか来た時と全然違う。うん。いいっすね。本当なんか涼しくて、しかも。あの、なんだっけ、仕掛け。いいことっていうか、なんか意味があるんですかね。右足と左足で違うのかな。これ何なんだ。なんか意味があるのかな。何もなさそう。誰かが足休めた的な感じなんですかね。綺麗すぎて、なんか通った道か分かんないです。なんか朝と全然違いますよね。こんにちは。着きましたね。いやー、気持ちいい。ちょっと夏っぽいですね。うまそう。
さんですか。ソフトクリームちょっと食べに行きます。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。うまっしょ。全然回ってない。悪い悪い。小沢線お邪魔します。